ンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。12月24日クリスマスイブですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、メリークリスマスということで、今日はクリスマスイブ、明日はクリスマスということで、暦の上では最高の金曜日と土曜日になりますね。各地皆さんお天気はいかがでしょうか。私は昨日まで沖縄におりまして、19日から23日の夜まで滞在していたんですけど、沖縄は今日は晴れてるのかな。昨日一昨日はずっと雨が降っていたので、なかなか結構激しい雨だった時もあるみたいなんですけど、今日は東京にいまして、こちらはお天気がとても良く、また肌寒さも少し和らいでるような、そんな印象でしょうか。先ほどお昼出かけてきまして、でそこで同業の友人たちと久しぶりに会ってランチ一緒に食べてたんですけど、もうなんかすごくみんなもね、こう活躍をしている中での近況報告をし合って、今後どうしていくなんていう話もいろいろ聞けてですね、非常にモチベーションが上がった私のクリスマスイブでございました。今日は収録放送でお届けをしておりますので、生放送ではないんですけれども、ただ12月24日ということもあって、皆さんきっと今頃はもしかしたら飲みに行かれていたり、あるいはケーキをお召し上がりになっていたり、あとはお仕事をされていたり、さまざまな方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひね、今日明日ぜひぜひ楽しんでお過ごしいただければと思いますし、コンビニ業界に関わる方はきっとこれ今日聞けてないと思うので、今日はコンビニ関係者以外の方に向けてですね、お話をしていこうかなと思います。というのも、今日明日がある意味クリスマス商戦のピークということもありまして、ほとんどの方がお店で販売をされてるんじゃないかなと思います。今日もね、いくつかコンビニ回ってみたら、やっぱりクリスマスケーキを意識したデザートがたくさん並んでまして、私の自宅のすぐ近くにあるあるコンビニはですね、日頃あんまりデザートの品揃え良くないんですけど、今日はたくさんケーキが、小さなケーキもね含めて置いてありましたね。やっぱりさすがクリスマスを意識してるんだなって思いました。きっと外売りはしないのかなと思いますし、今コロナのね、またオミクロン株も増えてきてるということで、なかなか外売りも難しい状況ではあるかもしれないんですけど、もし外で売られている方を皆さんがお見かけになったらですね、ぜひ応援をしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、このコンビニラジオは普段はコンビニ業界に関わる方、あるいはコンビニが大好きな方が聞いていただいて、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmギノワン.com、 もしくは私コンビニ社労士安さやかのツイッターを検索フォローいただき、そちらからリプライなどで書き込んでいただきますか、もしくはダイレクトメッセージでお送りいただけるとすぐ見ることができます。またコンクリ株式会社、コンクリはひらがなですね、コンクリ株式会社のホームページを検索いただいた後、お問い合わせ欄からお問い合わせ等いただけますと、そちらも確認することができますので、ぜひぜひご活用いただき、双方向のコミュニケーションが取れる番組にしていきたいと考えておりますので、皆様からのご意見ご感想ご要望お待ちしております。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ、株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖
縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。さて、冒頭でもお話しした通り、本日はクリスマスイブでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。クリスマスのね、なんか思い出をまずちょっと話ししてみようかなと思うんですけど、だいたいうちは昔からクリスマスイブの夜にプレゼントがもらえるっていうのが常だったかなと記憶しております。あるいは昔ね、まだサンタさんを信じていた頃は、私が寝た後になんかベッドの足元とか枕元に朝起きたらプレゼントが置いてあって、わーなんかこれな、欲しかったんだみたいな、なんかそんなことをですね、喜んだ記憶があるなってことをなんとなく今思い出しました。このラジオね、私の母とかも聞いてくれていて、ちょっと気恥ずかしいんですけど、本当に24日ね、いつもそういうサプライズも含めてなんかプレゼントくれて本当に感謝だなって思ってますし、まあ、今はあまりね、こう親にあげるっていうこともあまりなくなってしまって、でどちらかというと近しい人に渡すことがほとんどになってきちゃったんですけど、まあ、でもコンビニ業界に入ってからはもう本当外売りをずっとやっていて、でお店のね、敷地内でっていうことなんで、あんまり外にやると許可も必要ですから、一般道ではなかなかできないんですけど、ただチキンとかケーキとかを発注して、でその日その前、店の前を行くお客さんにアプローチをして、まあ、販売をすると、買っていただくと。で私がコンビニ業界にのお店でね働いてた頃っていうのは、あんまりコンビニのケーキっていうのもそんなめちゃくちゃ美味しいっていうわけではなくて、まあ、どっちかっていうとなんか普通のケーキ、なんかいわゆるケーキ屋さんで買う方がデザインも凝ってて可愛いし美味しいしっていうような時だったんですよね。なのであんまりね、売れなかったんですけど、でも買ってくださる方もいて、でやっぱりケーキ屋さんが閉まった後に家に帰ってくる方とかが買ってくださるケースも結構あったんで、その時は本当に嬉しかったなっていうこともね思い出しましたよ。で今はね、本当何回かこのラジオでもお伝えしてるんですけど、コンビニのケーキってめちゃくちゃ美味しくなってるんですよ。有名なパティシエさんが監修で絡んでいたりとか、あとそういう有名なお店がプロデュースしたケーキであったりとか、あとはメーカーさんと本部で商品部の担当の方でいろいろと食べ比べとか、いろんなことをテストして、そしてリリースされたケーキだったりとかで、本
当にもうケーキ屋顔負けの美味しいクリスマスケーキたくさん出てるので、まあ、今日とか明日でこの、ね、皆さんの近くのお店で当日売りされてるかどうかちょっとわからないんですけど、もしあったらぜひ試してみていただきたいなと思ってます。でそれはやっぱり包装がそのチェーンの独自のオリジナルの包装というか箱であることが結構重要なので、そうじゃないものっていうのは単純にコンビニのインフラに乗っている他のコンビニではあんまり関わってない、直接的には関わっていないメーカーさんが作ったものだったりもするので、まあ、そのあたりは確認チェックをしていただいて、まあ、ロゴが入っていたり、その例えばローソンだったらうちカフェっていうようなそういうブランド名が入っていたりすると、まあ、そのローソンとかセブンイレブンとかファミリーマート独自のケーキになるかなと思いますので、まあ、そちらも確認していただいて、ぜひ皆さんでお試していただけたら分かっていただける部分もあるんじゃないかななんて思っております。ただこれはね、本当味覚って人それぞれなので、やっぱりケーキ屋の方がいいよねっていう人もいるだろうし、あ、コンビニめちゃくちゃ美味しいなって共感していただける方もいらっしゃるかなと思いますし、もう本当にそのあたりは人の味覚の部分もあるので、絶対に美味しいですって言ったところでね、もう人によってその感じ方は違うと思うんですけど、でも私が確実にお店にいた頃より美味しくはなってるので、もうぜひぜひご賞味いただきたいなというふうに思っております。それでですね、ちょうど私も先ほど冒頭でもお話しした通り、19日から沖縄に飛びまして、で沖縄では新里さんが主催の交流会が開かれておりまして、で全国あちこちからですね、多くの方がいらして、で再会した方もいたり、あと初めましての方もいたりで、本当にいろんなご縁を築かせていただきました。本当にありがとうございました。でその時ね、宜野湾のスタッフの皆様にもお会いすることができて、で本当に一人一人のね、個性が光ってるなっていうことをね、すごく感じましたね。で、まあ、その中に結構ラジオをやってる方もいらっしゃったり、ラジオまだまだやってないとかこれからやるよっていう方もいらっしゃって、本当にいろんな方が集まられたんですけど、今回私もお仕事という体でお仕事という体で、とが多かったな、行かせていただきまして、でその交流会の後は、あとはなんかミーティングに参加したり打ち合わせに行ったりなどなどをしておりました。でもう一つね、報告事項っていうほどでもないんですけど、ついに沖縄で運転をするっていう目標が達成されまして、でこれは本当今年ではないか、去年かな、去年とか一昨年か、一昨年2019年に、あ、沖縄でいつか運転しようって思っていたんですけど、ただ淡く思っていただけだったので、あんまりそこから動きはなく、ただ今年に何回かやっぱり行く機会があるってことが分かった時に、あ、もうこれは今年中に沖縄で運転するぞって決めて、15年のペーパードライバー歴のある私はですね、先生に習いまして、ペーパードライバーを卒業した上で今回沖縄で運転するっていうことが達成できました。正直感想としては結構難しい沖縄の道路って、例えばなんですけど、右に曲がりたいっていう時に右折専用レーンっていうのがあるんですよ。でそれが急に出てくるんですよね。なんかその信号手前の本当なんか10メートル20メートルぐらいのところで急に出てくるので、なんかそのタイミングを見誤ると、まあ右折できないレーンに入ってしまうんですよ。でそれがなんか3回4回と連続で続いてしまって、で19日に沖縄夕方着いて、でそこから県庁前っていうところのね、日本レンタカーさんで車を借りて、でそこから行ったんですね、車に乗って。で一応ナビも設定して、でこのルートを通ればいいっていう確認もできたんですけど、なかなかその もともとここで曲がってねって、右に曲がってねっていうところで曲がれなくて、でそうすると検索が再度かかるじゃないですか、ナビの。でまたここで曲がってねっていうのが出てくるんですけど、それもまたすっ飛ばしてしまって、でなんかもうよく分かんなくなっちゃいましたね。
でそもそも順調にいけば40分ぐらいでその会場に着けるっていう非常に余裕のある状態で着くルートというか時間のはずなのに、結果として1時間半ぐらいかかってしまって、で、まあ、それでも無事に着いたんでよかったなって思ったんですけど、いやなかなかしんどかったんですね。はい、で今回ちょっとある方にね同乗をお願いして、でその方にナビをお願いしながら一緒に行けたんで、私一人で運転してたらもっとやばかったなと思うんですけど、すごく助けられました。で1日借りたんですよね、その19日と20日で、20日の一応19時まで借りてて、で実際にはもう4時ぐらいに車は返したんですけど、本当にその日本レンタカーの方の対応が素敵すぎて、もう絶対またここで借りようって私思いましたね。なんか地元のそのレンタカーの経営されてる方とかももちろんいらっしゃるから、そういう方のところで借りるのもありだなとは思ってればいるんですけど、やっぱなんか台数がたくさんあるとか、その自分のだいたい希望のものを借りれるとか、まあ、そういったところ、あと最新の車が多いとか、まあ、そういうことを考えたらやっぱりまだ私初心者に近い状況で、本当運転1年生に近いんで、いくら15年前に撮ってるとはいえね、ほとんどどころか全然運転してなかったので、なので、まあ、できれば安全に乗れる、車であった方がいいなと思って、まあ、今回は大手さんお借りしたんですけど、まあ、慣れてきたらまたね地元の方の会社でレンタカー借りてあちこち行ってみたいなと思います。でも車で行ったことによって、今までだったらそのタクシーとかバスで行かなきゃいけなかった、あるいはモノレールだったらモノレールで行かなきゃいけなかったものが、車であちこち行けるようになれば、まあ、まだそこまでの自信はないんですけど、ただ今回やったことによって、これでもうなんか結構移動範囲が広げられるなっていうのはあったので、次また行く機会があったらぜひ今度は自分でまた違う場所に車で行って、そして移動範囲も少しずつ広げて、ご縁も広げていけたらいいなと思っております。いやでもね本当難しかったですし、やっぱ地元の方もおっしゃるのが、雨が降ると滑るっていうんですよ。でまあ、確かに滑りやすくなるっていうのはなんとなくわかるんですけど、沖縄の道路はね結構滑るからねって言われて、もうドキドキしちゃいまして、難易度高いなと思いました全体的に。まあ、晴れてて夕方 で右折レーンいきなり登場するっていう、もう時点で結構私の中ではハードルが高かったですし、ね、すごい混んでたんです。その時間帯が日曜日の夕方なんですけど、ちょうどパルコシティっていうのができたばっかりなのかな、なんか商業施設でできていて、でそこにみんな行くんですよ。車がどんどん吸い込まれていくような感じ、まあ、吸い込まれるといっても基本渋滞している状況なので、もう結構待ちましたね。まあ、そういうのもあって結果1時間半ぐらいかかっちゃったんですけど、ルートそのものはそんなに難しく、まあ、難しいんですよ、技術的には難しいんですけど、ルートそのものはその迷うような道ではないから、まあ本当なんか慣れてくればあちこち行けるなと思いましたね。まあ、今回は北中グスク村までしか私は行けてないので、まあ、那覇とその、ところの間ぐらいしかね行けてなくて、大体もう1時間半以内の場所なんですけど、今度はなんか南側に行ってみたりとか、その先の、北側のね、その先の沖縄市、そしてうるまとか、またその先の名護とかね、あとはどこだ、美ら海とか、あっち方面まで恩納村とか、その美ら海の方までも行ってみたいなとは思っていますね。そうそう、北谷の美浜のアメリカンビレッジにも行ってきて、でこれがねまた海もあって、であそこ本当に海外の感じイメージされた独特の街の雰囲気もあるので、すごく風流でいいなって思いましたね。であとはそう、昨日なんですけど、昨日ちょうどお仕事の打ち合わせがあって、
で、うるま市方面に行く予定があったんですよ。で、本当はバスで行こうかなと思って、で国際通りのホテルに泊まってたので、牧師のバス停で待ってたんですよ、バスを。でしばらく20分ぐらい来ないから、ちょっとお昼食べに行こうかなと思ってバス停を後にしようとしたら、タクシーの運転手さんに声をかけられて、ナンパされましたと。でナンパされて、でどうしようかなと思ったんですよ。結構お金もかかるし、どうかなと思ったんですけど、まあ実はこのタクシーの運転手さんがね、とっても素敵な方だったんですね。結構喋る方だったんで、まあ、喋るのが苦手な方はもしかしたらあんまりいいかもしれないんですけど、私はもうそもそも人脈開拓とか仕事を開拓するために今沖縄に行っていて、まあ、沖縄の皆さんに貢献できたらなって思いで、足しげく通ってるところがあるんですけど、その、まあ、お父さん、あえてお父さんと言いましょう、そのお父さんがね、本当にいろいろと喋ってくれる方で、で結果として12時過ぎからなんと夜の7時半まで借りっぱなしでした。でずっと一緒に来てくれたんですよ。でまず、まあ、うるま方面までタクシーで行きましたと。で、まあ、金額の交渉とかもしてくれまして、でそれに応じてくださって、でそしたら行き先が新旧整骨院だったんですけど、そのお父さんもなんかマッサージしてもらおうかなって言い始めて、で結構首が痛いんだと、なんかかなり激痛が走るって言ってたから、もうそれ絶対行った方がいいですよなんて言いながら、最終的にその新旧整骨院さんにお邪魔した時に、その方もですね、私はちょっと2時前ぐらいから打ち合わせをしていたんですけど、その方も3時 の、 その休み明けに来て、でゴリゴリやってもらったみたいで、なんかすごい楽になったって言ってくれて、でまたその後も特に予定がなかったので、那覇空港までいくらいくらで行ってあげるよとかって言ってくれて、じゃあもうお願いしますなんて言ってね、一緒に行ってたんですけど、そしたら茶壇 の、 そのアメリカンビレッジのライトアップ見たことあるって言われて、私は昼にしか行ったことがなかったんで、あ、ないですって言ったら、行くって話になってえ、マジですかと。で飛行機が夜の8時半過ぎだったんで、全然まだ時間あるわと思って、当時まだ4時台ぐらいだったので、あ、全然時間あるなと思って、でついでにステーキも食べといでよと、ステーキハウス88で食べといでって言ってくれて、で美浜まで行きまして、でそこで、まあ、私はちょっとそこから別行動で、お父さんは観覧車の近くで待ってくれていて、で私は一人その88でステーキをむさぼり食べた後ですね、その後アメリカンビレッジの海側の町というか道を通って、またちょっと雨がすごかったんで結構濡れたんですけど、ただなんか結構こう散歩したりとかお買い物したりとか、まあ、今日会う方にお土産買おうと思ってたんで、お土産も買ったりしながら、で写真も撮りながらですね、あちこち回ってたんですよ。でそれで、海側のルートを通って、でまたちょっと雨に濡れつつ、でまた写真撮りつつアメリカンビレッジを堪能して、そしてまたお父さんと合流して、でそこからはもうかなり日が暮れた状態、6時過ぎとかだったんで、まあ、7時半までには空港に着きたいですって言ったら、結構渋滞がすごくて、でどうやら事故かなんかだったんじゃないかってお父さんは言ってましたけど、さすがにちょっと渋滞がすごいので、これは間に合わないとやばいということになり、まあ、高速に途中で乗ることになって、まあ、それでも本当高速でも茶壇方面から那覇ジャンクションまでが320円ぐらいで結構安かったんですけど、でそれはね、私もお支払いをして、で結果的に7時半過ぎぐらいに無事に空港に着いて、今東京にも無事に戻ってこれましたって感じだったんですけど、このお父さんがめちゃくちゃいい人で、でしかもその乗ってる時にいろんな思い出話をしたり、まあ、好きなことを話したり、なんかいろんなエピソードをね話したりしていて、でなんか買えなくていいよとかって言ってくれるわけですよ。なんかあなたと話してると面白いから、ずっと乗ってていいよとかって、まあ、商売的に言えば、まあ、なんかたくさん乗ってくれる方が当然売り上げになるしって思いたいところなんですけど、まあ、実は本当にありがたいことにかなり負けてくれていて、で
途中からメーターストップしてたんですよ実は。でも本当にありがたくて、で本当に良くないと思うんですこういうのって。私も正規で払った方がいいと思うんだけど、そういう中でさらにもうずっと乗ってていいよって言ってくれたことはもうめちゃくちゃ私の中では嬉しいなと思って、で今回そのいろんな方との人脈というか、まあ、人のご縁をいただいて、でまたお仕事もねいただいて、で沖縄に来る、まあ、本当理由というか、もう沖縄の方に貢献するっていうことが少しずつ今叶い始めてるんですけど、こうやってねこう偶然に出会える、そのお父さんがナンパしてくれなかったら私そのお父さんと話してタクシーに乗るっていうこともしなくって、バスで移動して、でバスで打ち合わせが済んだらまたバスで空港まで戻って、で時間あるなーなんて思いながら空港でなんかボーっと、まあ、ボーっとではないけど過ごしてやってたと思うと、本当に人のご縁ってめちゃくちゃありがたいなって思ったんですよね。でそういうね経験ってやっぱりこう行動しないとなかなか巡り合えないというか、なんかいつもと同じような動きをしていたらいつもと同じような結果で終わってしまうけれども、意を決してでそうやって行動することによって前向きにというか、どんどん前に進んでいくことによって新しいご縁がつながったり、その人との関係性がより深まったり、もう本当にいろんな新しいこと、楽しいこと、勉強になることなどが発生していくので、やっぱり行動って大事だなってことを私は強く実感しました。でそれとともに、まあ、今回も4泊5日というほぼ1週間の滞在期間だったんですけど、それを許してくれている夫にも本当に感謝だなって改めて思いました。まあ、やっぱり彼がねそういう自由な私を受け入れてくれてるからこそそれができるわけであって、まあ、私が独り身だったら別に自分の判断でやりゃいいと思うんですけど、やっぱり夫がねいるっていう関係性の中で本当にそういう時間をね作っていいよってこう送り出してくれることで、また帰ってきた時にお帰りって迎えてくれることが本当にもうありがたいなと思って、でタクシーのねそのお父さんともそういう話をねいろいろしてたんですよ。まあやっぱりなんかこう恋愛話みたいなのにも途中なって、別にその人とどうっていうことじゃなくて、結構なんか誘われることがあるんだよみたいなことをお父さんが言ってて、でその観光客でまあ、なんか違う地域から来た人がなんかなんていうんですかね、こう、まあ、いろいろね関係を持ちたいとか、なんかいろんなそういう目的みたいなのもあったりするんですって。でそういうことを実際に言われることもあると言ってて、で半ばそれはなんかその人に対してこう好意を持ったっていうよりは、もしかしたらそうではない、うん、逃げてきたっていうとちょっと言い方は良くないし、まあラジオなんでなかなかねオープンに語れないんですけど、まあそういうこともね結構あるんだよなんていう話も聞いたりして、あそうなんですねと、まあ女性もねいろいろいろんな想像とかしちゃいますしねみたいなこと言って、そうなの、女性もそうなのみたいなことを言ったりしながら、なんか本当にねなんか話題がポロポロポロ変わってくんですけど、それもそれで面白いっていうか、うん、でもその中で、まあ、そのお父さんには奥様がいてお子さんがいて親戚の方がいてっていう話でね、なんか自分が仮にそうやって言われたりとか、仮に自分がちょっと遊んだとなったとしても奥さんは笑って許してくれるみたいなことを言ってて、素敵だなと思ったし、いや私も結構実はこうやって、ね、結婚してもう15年経つんですけどとかって言って、で本当にいつも自由な行動を許してくれるんですよって、めちゃくちゃありがたいですよねなんて言って、お互いにね夫婦を称え合うっていうそういう会話をしながら話してたので、でまあ実際にいろいろそういうふうにちょっと一日まあ、ある意味連れ回したようなところもあって、で非常にねリーズナブルにお答えいただいたんですけど、まあ、その方とも携帯がつながったんで、まあ、これでまたご縁がつながって、もしかしたらまた私が向こうに沖縄に行った時にその方にお電話をしたり連絡を取ったりしてまたお会いできるかもしれないと思ったら、めちゃくちゃ楽しみだなって思ったんですよね。はい、まあ、そういう私はこの直近の1週間を過ごしてまいりまして、でなんか新たな活力が生まれたというか、で次の目標もねなんか見つかってきたというか、なんか本当にいろんな出会いとご縁と時間とで、今回の沖縄出張ですよ一応
出張も本当に楽しい時間になりました。で、まあお土産を今日ね、私の同業の友人2人に渡すこともできて、で今日はクリスマスイブということで、まあ、今日はクリスマスケーキを朝からいただき、でまた夜にももしかしたらいただいちゃうかもしれないんですけど、まあ、今日はこの一日の中でそういう対面のミーティングもあればオンラインのミーティングも結構ありましたので、いろいろとね楽しませていただきました。でやっぱこういうのって人のご縁があってこその活動なので、本当に皆様に感謝するとともに、これからもどうぞよろしくお願いいたしますっていう、そういうお話だったんです。で来週が31日なので、まあ、通常通りの放送ができない可能性もございます。下手するとってなんか言い方あれですけど、今日が今年ラストの放送になるかもしれないので、まあ、本当に皆さんには今年も大変お世話になりましたっていうことをお礼を申し上げたいなと思います。でこのコンビニラジオが2019年8月2日に始まりまして、で気がつけばもう2年半近くが過ぎようとしております。でまた最近のギノワンは本当に人気の曲になってきてまして、いろんな方がラジオ番組を始めたい始めるっていうふうに言ってて、私の知り合いも結構いろんな方がスタートさせてますね、あるいは来年スタートさせる予定で動いています。で先輩パーソナリティというとおこがましいんですけど、私もラジオで喋るようになって約2年半がね経過してきて、で来年にはポッドキャストも始めて、まあ、初めてって言ってもポッドキャストの歴は10年ぐらいあるので、実は新しい番組をスタートさせるっていう位置づけなんですけど、ラジオとはまた違った形でポッドキャストはいろいろとテーマといいますかネタをねお届けしていきたいなと思ってます。まあ、このラジオそのものは私のフリートークが中心で、でたまにゲストの方もお呼びしてってなってるんですけど、今日はねちょっとタイミング的にゲストを捕まらなかったのでまた私が話しておりますが、まあ、来年以降コミュニラジオもいろんな方をゲストにお迎えして、フリートーク中心でどんどん進めていけたらいいなとは思っておりますので、引き続きぜひぜひお聞きいただければ幸いでございます。でまた告知なんですけど、明日ちょうどね FM ギノワンさんが24時間ラジオをやるということで、でいろんな方がパーソナリティカールガール登場します。で明日の夜8時からは各地のクリスマスということで、私東京から、今回ズームで中継してつないで少しお話をする予定です。大体出演時間5分ぐらいなんですけど、まあ、今回山内社長から直々にお声掛けもいただきまして本当にありがとうございます。東京のねパーソナリティさんもたくさんいるんですけど、なんかは私もその一人に加えていただけたことが本当にありがたいなと思っておりまして、まあ、5分ほどになるかなとは思いますが、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思いますし、おそらくツイキャス YouTube のライブでは出るのかなってなるかなと思うので、その時はなんか東京のならではの景色が見えるところからお願いしますって言われて、まあ、あるホテルを予約してホテルの部屋からやろうかなと思ってるんですけど、外はね寒い、外から行こうかなと思ったんですけど、天気もどうかなっていうところとむちゃくちゃ寒そうなので、今回は屋内からお届けできたらなと思っております。でもしかしたらですけど、一応スカイツリービューということでスカイツリーが少し見えるかもしれないという予定です。まあちょっとねその部屋に行ったことがないんで分かんないんですけど、で私の住んでるところスカイツリーから徒歩でもまあ30分圏内にあるんで、電車だったらほんと10分ぐらいで行けちゃうところにあるんですけど、ただうちの自宅からはスカイツリー見えないので、残念ながらなので、お部屋を借りて、まあ、ドンピシャのお部屋は借りれなかったんですけど、むちゃくちゃ高かったのと、あと予約がすごいんですけど、今回少しその離れた場所、どちらかというと私の事務所が近い場所にホテルがあるので、そこからもし見えたらいいなと思っております。まあ、どんな風に24時間ラジオをやるのか全く想像私ついてないんですけど、ただきっと誰かが進行してくれるだろうなという淡い期待を持ってノープランでいきたいと思います。まあ、各地のクリスマスということなんで、東京のねクリスマスをお届けできたらなと考えております。
こんな風に今年は沖縄に4回行かせていただいて、でそのうちの2回はスタジオからも生放送ができたのかな。で先月11月と、まあ、今回の12月は残念ながらスタジオからはお届けできないんですけど、またね来年にスタジオから生放送もできたらなと思っていますし、あとはまあ Zoom でね今生放送が遠隔地からもできるようになっているので、まあ、それもどんどん利用してライブ感あるラジオ番組にしていきたいなと考えております。はい。であとは、まあ、今回が最後の放送だとすると今年の動きの振り返り、まあ、沖縄は以上なんですけど、それ以外だとマナフォメーションというコミュニティを立ち上げましたね。オンラインコミュニティを立ち上げました。でこの元々の背景っていうのが、その専門家、我々のような専門家とかコンサルタントの情報に触れようという流れでやっていたのと、あとはコンビニ業界のオーナーさんたちがやっぱりなかなか情報が取れる環境にない方も多くって、でそういう方々の情報取得のなんか助けになればいいなって思ったのもあります。まあ、もっと言っちゃえば情報弱者化を防ぎたかったっていう思いがありますね。どうしても現場にずっとお店に入っているという人ってなかなか視野が広がっていかないわけじゃないですか。でヤフーニュースとかそういう携帯から拾えるニュースはあるけれども、生きた情報をその自分の知り合いからゲットできる機会ってなかなかやっぱりなくて、でそれをもしそういう場所を作ることができたら、彼らの中でもそういう情報弱者になってしまいそうな人を一人でも減らせるんじゃないかっていう思いでスタートさせたのがマナフォメーションでした。でマナフォメーションは全部で6テーマ、経営戦略の組織開発とセールス、それから税務、労務、占い、健康という6コンテンツを1ヶ月の中で1回以上は情報発信して、でそれを受け取って自分の事業とか生活に役立てていこうよっていうことを目的としたコミュニティになっていて、主に情報に価値を提供する、情報に価値を与える、そういう場所として機能しております。で現状ではまあ30名弱の方が参加をしていただいていて、で場所も北海道から沖縄まで本当にいろんな方が入ってくださっているので、まあ、それでもね、なんか本当に地域を超えたいろんな方との交流もできるし、まあ、今日の6時からはそのマナフォメーションのオンライン交流イベントも行いましたから、まあ、そういうね中で何でしょう、いろんな方とのご縁がつながったり、私を経由してご縁をつなげることができたり、でまた仕事につながったりと、本当になんかいろんな出会いを皆さんに提供しながら情報もお伝えすることができたっていう意味では、めちゃくちゃいい活動ができたなって思ってます。ただやっぱまだまだ課題っていうのはあって、始まったばっかりっていうこともあって、まだそこまで会員数がいないっていうこと、まあ、それから、非常に質としては高いんですけども、まあ、それをもっともっと私が伝えていかなければならないなっていうこと、でそれから中にはその情報が欲しいっていう方以外にも、私のコミュニティだからっていうことで入ってくださってる方も多くいらっしゃいます。それ自体は本当にありがたいことですし、嬉しいことなの であれば、まあ、本当は私はあんまり表に出なくはなかったんですけど、ただやっぱりヤスがいるからそのチームのメンバーも一緒に輝いていけるっていうことをある方からアドバイスいただいた時に、あ、そういうことかと、じゃあもっと自分がやってるんだっていうことを、まあ、無理なく発信できたらいいなって思いもあって、まあ、来年はもう少しそのあたりも強化していこうかなというふうに考えております。であとは月1でやっているオンライン交流イベント、先月はできなかったので今月2回24日と29日にあるんですけど、これも来年はもう少しその会員さんの情報発信ができる場所にしようかなとも思っていて、例えば簡単なミニセミナーとか30分ぐらいのセミナー でそれについて、例えば紹介できる人こういう人がいるんじゃないかとか、こういうビジネスモデルはどうですかみたいなアイデア出しをするような場所ができたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかななんて思って今企画を考えております。で
まあ、それがねこう達成できるようになったらいいなとも思っていて、そうすると私がずっと交流イベントをやらなきゃいけないっていうこともなく、いろんな方に主催をしていただけるんじゃないかなと、うん、なんかそうですね、もちろん会費を大幅に超えるようなサービス提供してしまうと我々が赤になってしまうんであれなんですけど、ただ本当になんか専門家チームの皆さんも本当に安い報酬でねやってくださっていますし、で私としても本当にたくさんの方からその会費をいただいているわけなので、まあ、それを本当有効活用してもっともっといい場所にしていきたいなって考えていますので、もし情報欲しいなと、顧問契約まではハードルが高いけど専門家の情報はぜひ定期的に欲しいという方がいたら、6テーマの情報が1ヶ月で手に入るわけなので非常にこれお得なんですよ。3000円って本当に5000円でもいいくらい、5000円でも安いんじゃないかな、もっと高くしてもいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、ただやっぱりまずは価値を感じていただく、その趣旨を知っていただくっていうところが今年のまあ、大事な部分かなと思っていたので、まずはしばらくずっと3000円のままで運営をしていく予定です。まあ、そうなってくると結構何でしょうね、いろんな方に入っていただけるチャンスも増えるかなとか増やせるかななんとも思っていたりするので、うん、なんかそんな感じでやっていきたいなと考えております。はい、それからですね、もう一つのチャレンジとしては、まあ、まだこれ公にできないのが本当に心苦しいんですけど、来年社労士としてもう一度大きなチャレンジをしたいなと考えております。で、まあ私も独立して9年目、もうすぐ9年ですかね、今8年半が過ぎたところなんですけど、ただまあなんかいろんな経験をねさせてもらったり、いろんな会社さんとお付き合いをさせてもらっている中で、もっともっと自分の強みを出していきたいなって思ったんですよね。それがいわゆるコンビニ業界、小売りに特化をした形でやっていくっていうことで、新しく法人を立ち上げることになりそうです。で、これについてはまたお客様もいらっしゃる話なので、改めてご案内をした上でしっかりと正式に発表していきたいなと考えておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、もっともっとね小売りに特化をして、まあ、小売りとかコンビニに特化をした形のサービス提供もできればなと考えておりますので、もちろん今までのお付き合いのある会社さんは業種関係なくですし、今後もそうなんですけど、基本は小売りとかコンビニに強いっていうところをベースにフックにやっていきたいなと考えております。はい、でそれからね、他にもいろいろとチャレンジしていくことがあって、でライブコマースの事業などもね始めていこうかなと思っております。まあ、私自身は物販ではなくてサービス提供をする形のないものを商材として扱っているわけなんですけど、まあ、それを形があるものないもの別として、ライブコマースという配信アプリを使った新しい方法でいろんな方の販路開拓のお手伝いもしていきたいなって考えております。もともと私接客業、小売業、販売業ということもあって、もともと販売に対しては非常に経験値が高いというところもあり、また、まあ、ありがたいことに、まあ、様々なそのプレゼンスキルっていうところも本当にたくさんね経験させてもらっておりますので、まあ、これを培ったスキルをフックに販路開拓のお手伝いもねいろいろしていけたらなと思ってます。で、まあ、ある会社さん、雑貨屋の会社さんを皮切りに、まあ、いろんな方のご支援もねしていけたらなって考えていますし、まあ、それはまた連携してやっていく企業さんもあったりするので、まあ、どんな風に転んでいくかがとても楽しみだなと思っているところです。やっぱ物をね販売するって面白いですし、買っていただける方が喜ぶっていうその一連の流れもとっても尊いというか、やっぱりメーカー側とか卸売側っていうのはその商品に自信を持ってお客様に提供するわけで、そのお客様に自信を持って提供する時のトークとか伝え方とかメリットやベネフィットっていうこともねどんどん伝えていく必要があって、でもなかなか卸売の方とかメーカーの方ってそれを商品の魅力として語るってちょっとハードルがあるじゃないですか。やっぱりお店があればそのお店のスタッフさんだし、まあ、お店がなかったとしても、まあ、店頭販売をやってる方とかいろんなそのネットで伝えることができる方とかいろんな方がいらっしゃるので、私もその一人として来年はもう少し
活動を広げていきたいなと考えております。長くなってしまいましたけど、2021年の振り返りおよび2022年の動きということについてざっくりとではあるんですけどもお話をしてみました。皆さんの今年の振り返り、そして来年はいかがなものでしょうか。いかがなものでしょうか、変だな、どんな来年になりそうですか。ぜひまたコメントですとか、あとは、Twitter のダイレクトメッセージとか、あとお問い合わせ欄などでお伝えいただけたら嬉しいなと思います。情報交換していきましょう。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手づくみのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。さて、ずっとねベラベラ喋っていたら、あっという間にあと10分ぐらいでこのラジオ番組もまた終わりを迎えていきます。いやー、本当にクリスマスってなんかいいですよね。明るさとか、本当にね最近いろんな悲しいニュースなどもあって、私としても、なんかショックを隠しきれないようなこともねあったりして、すごくこの年末にいろんなことが周りでも起こって、それは私の周りっていうこともあるし、世間一般的なところでもいろいろあったりして、まだまだねちょっとこう年末の師走のバタバタ感もなくはないんですけど、でも何でしょう、やっぱこのクリスマスのあったかみっていうのはすごくいいなって思っていますし、今日はねもう本当に大事な日だったそうで、その一年の中でもこの日に話す人、この日にコンタクトを取る人っていうのは来年にとっての自分のキーマンになりうる存在だというお話を聞いてですね、今言うなよって話なんですけど、それを、ある私の信頼できる方からお聞きしたので、今日は本当に大切な方とね時間をたくさん過ごすようにしました。で、夜に関してはちょっとさすがにちょっとゆっくりしようかなと思ってるんですけど、それまではお仕事でお世話になっている方とか、もっともっとこれから仲良くしていきたいなっていう方と時間を使って、10分でも本当に10分でもねお話をして、
で、いろいろとお互いの存在を認識し合って、また来年頑張りましょうねっていうことでやっていましたので、もう皆さんもきっと今日ね、いろんな方と過ごされているんだと思うんですよ。もうお仕事の方は本当にお疲れ様ですし、お休みの方とか、まあ、お家にいらっしゃったり、なんかご飯食べてる方で聞いてくださってる方がもしいたとしたら本当にありがとうございますですし、私はこうやって聞いてくださってる方がいたら、その方とも来年はいろいろとお付き合いができるきっかけがあるんじゃないかな、なんてね思っていたりもするので、本当にありがとうございましたっていうところですね。で、そういえばね、つながりっていうところを今日結構お話ししてるんですけど、最近ツイッターをよくやっていて、でそのツイッターで沖縄の社労士資格を持った方とつながって、ですごくその方のキャラクターが文面から素敵なものが伝わってきたので、ぜひお会いしたいなと思って、今回の沖縄遠征の時にお約束を取って実はお会いしたんですよ。でやっぱり私が想像している以上にめちゃくちゃ素敵な方で、でまたそこからその方の知り合いも呼んでくださって、まあ、途中でその方はまた途中で来て途中で帰られちゃったんで、あんまりたくさんは話せなかったんですけど、でも一時期3人でいろんな話をして、今後どういうことをやっていきたいかみたいな話もねしながら、本当にいい時間を過ごすことができました。でまたそこのねご飯屋さんがめちゃくちゃ美味しくて、店名を言うと国際通りのちょっとなんか横に入ったところにある小桜っていう料理屋さんがあるんですよ。でここはなんかいつもだとやっぱ予約をしないとなかなか入れないお店ということもあって、まあ、今回はコロナ禍だったりとか、たまたま月曜日の夜だったんで、あんまり予約してないと入れないとかっていうことはなかったんですけど、その店員さんもねすごくいい人たちが多くて、で料理もめちゃくちゃ美味しくて最高だったんで、ぜひね皆さん沖縄に行かれることがあったら、国際通りの小桜っていう、本当に小さな桜って書いて小桜ですねっていう名前の小料理屋さんがあるので、ぜひ行ってみてください。本当そうめんチャンプルとかもね全然癖のない感じでめちゃくちゃ美味しかったんですよ。で私結構好き嫌いが多くて、ネギとか玉ねぎとか本当に苦手なんですけど、それもね一切なくて、でもうなんか塩でこうなんか優しく味付けをしているようなものとかもね多くて本当に美味しかったんです。海ぶどうもね非常に新鮮だったんで、まあ、そうやってね美味しいご飯に囲まれながら素敵な人と時間を過ごせるっていうのは本当に幸せなことだなと思いましたし、まあ、これもまたねツイッターという顔の見えない、私は顔も名前も出してますけど、相手の方は顔も名前も出していない方で、でその方の文面とかイメージから、あこの人きっと素敵だろうなっていうことで、まあ、お声かけをして、そして会ってくださるっていうことでね、お会いしたらとっても素敵な方だったっていう、本当にずっと笑顔の方だったんですよ。それがまた私にとってはモチベーションにつながるというか、なんかいいクリスマスプレゼントをまたもらえたなっていうような、そういう感覚で、3時間ぐらいが本当にあっという間だったんで、また私が沖縄に行った時にはぜひお会いしましょうということで別れたんですけど、まあ、同郷だったってこともあって、地元奥ですごい盛り上がりましたよ、愛媛県の、まあ、もうその方は、沖縄に移住されている方で、まあ、結構長く住んでらっしゃる方なんですけど、本当なんか国際通りから近いところにもお住まいで、いいとこ住んでるなとかと思いつつ、はい、私もねいずれは月の半分を沖縄で過ごせるぐらいの、そういう余裕とね時間と経済的な余裕を持った形で、これからも仕事を楽しんでいきたいなと思っているので、まあ、皆さんの、ね、夢とかこれから目指していきたいところなんかを自分の大切な方と話す、シェアし合うっていうのは本当に大事だと思うので、ぜひぜひやってみていただきたいなって思っております。はい、ということで、ウィークリーコンビニラジオ、今回で121回目の放送でした。皆さん今週もお聞きくださり本当にありがとうございました。今日は結構流れでベラベラ喋ってしまったので、もしかしたらお聞き苦しい点がいくつかあったかもしれませんが、まあねなんか何でしょう、まあ、今日クリスマスですから、ちょっと大人な感じでささやきボイスでお届けしてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、いつもだったらもっと大きくなんか元気で
元気な声で話をするなんていうのもやってたんですけど、まあね、いつもそんな感じだとちょっと疲れちゃう人もいるかなと思ったので、今日は少し緩めにお話をしてみました。はい、今日はエピソードをね、しっかりと流す時間はなかったんですけど、でも、皆さんにね、いつも聞いていただきたいなと思いますし、なんか MV ミュージックビデオが、最近できて、編集がのされたものが上がってきて、なんかすごく気恥ずかしいんですけど、めちゃくちゃ良かったんで、またいずれ公開できる時が来るんじゃないかなとも思っております。ぜひぜひその時はね、見てくださると嬉しいです。さてさて、来週のね、放送がどうなるか現状ではまだわからないんですけども、本当に、来週できないっていう時のために、もしくは再放送の可能性もありますので、本当に今年もありがとうございました。ぜひ良いお年をお迎えいただきまして、また来年ですね、この時間にお会いできたらと思います。ウィークリーコンビニラジオ121回目、パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来年かな、もしくは来週かな、お会いしましょう。良いクリスマスをお過ごしください。